あちゃんです。今日5月19日、あっちゃん家の晩ご飯はお魚の予定やってんけども、たこ焼きです。はい、ヒカルンがね、たこ焼き食べて、いや昼お好み食べたやんっていうね、たこ焼きを食べたいらしくてね、ちょっとたこ焼きをね焼いてます。はい、ひっくり返すのがね、なかなかちょっと1回目としてもね、これ油がねうまく乗ってなかった、まあ、あちゃんの油を塗るのが足らんかったっていう説もあるんだけどね、ひっくり返すのがなかなか難しい。熱くなってから入れてよかったんですか。うん、それはある、それはある。ちょっとな、もうちょっと急ぎすぎたと思うんだけど、鉄板がギンギンに熱くなったら、あれです、いや焼きやすいんだけどね、それがうまくいかへんかって。でもまあ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 、感じで。まあまあ、こんな感じで焼けてきてるんで、ね、ぼちぼちと。まあ、この端っこがなかなか焼けへん。そっちの一番端っこが焼けへんのかな。焼けへんの。ここも焼けへん。もうちょっといいとこ。端端はどうしても焼けにくいんやな。そろそろ固まってきてるわ。今回ね、ちょっと量が焼いてくれてるね。たこ焼き焼くプロになりたいな。プロ見てますか、たこ焼き焼くプロって。それ関西人。おいじゃあ関西人ちゃう。関西人はたこ焼き焼くプロやからみんな。俺、衛生関西人。どこの家にもたこ焼き焼きがある。これはほんまや。うん、それはほんまや。あ、これまでできてね。かも。全然や。もう一回食べられんで、リクエストしたやつが一番ゆるっとしとるというね。よいしょ、よいしょ。作るリクエストじゃなくて食べるリクエストしたいか、寝ぼけております。まさか一瞬出かけとったかな、眠たかったかな。プライベートの話をするとまた同じ、動画内の人だと思われて子供の方の話をするバカが出てくるから、あんまり話を入れるのはどうかとは思うんだけど、たこ焼きが焼けたら食べましょう。はい、でたこ焼き動画って意外とね、作ってる動画とずっとこうやってるとかなり時間がね、あれになってくる、かかってね、だいたいたこ焼き焼き始めて終わって食べ終わってごちそうさまってまで2時間ぐらいかかるね、これね。ダラ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 とゆっくり食べるから、百何十個ぐらいあるから毎回。だから、ね、もう今回ちょっとね、一発焼きぐらいで、動画止めようかなと思ってねんけど、こんな感じでね、ちょっと、家族団らんたこ焼きタイムって、たこ焼きパーティーっていうのね、喋らなあかんしね。みんなおつやみたいや言われるけど、それはおつやみたいやっていうの、子供の動画回っとったら喋らへんっていうの。子供は配信者じゃないからね。それは黙るわ。昔は喋っとったけどね。ちょっといろいろなことがあってね、子供が喋らんくなって、まあそれの原因もあっちゃんが悪いんやけどね、配信したい、出したい、出たい、YouTuber になりたいって子供は思うんや。その子供の、ね、心を、潰したバカアンチどもを沸かしたのはあっちゃんやから仕方ないんやけど、あっちゃんのね、過去のセクシーブログのせいらしいからね、まあまあそんな話あれやけど、食べ箸で食べも自分で取って食べてください。あっちも食べてみます。ではいただきます。あ、箸分の使ったの。あ、出とったからこ。まず何もつけずに。あつ。ちょっと待ってね。よいしょ。じゃあ水筒。久々に水筒使ってる。
うん、ニラ入り、いや、タコ出た、うん、ニラ入り美味しいわ。ばあちゃんみたいに、量が焼いてくれるからあっちゃん食べる方にもある。うまっ。マヨとネギをトッピングしよう。うまっ。あっこれ。はげや、はげやや。あっこれ。中とろっとろ。めっちゃおいしい。やばいやばいね。ちょっとチーズのせや。いけてる？たこ焼きにはある。キャベツ入れたら嫌がんのよ。たこ焼きに。だから、ね、入れてなかった。ニラとかネギとか入れるとね、喜ぶわ。おいしい。たこ焼きした。おばあちゃんもな、美味しいわ。自分で言うて、おばあちゃんみたいなこと言うてもだもんね。米粉はね、結構通りやすい。まあ、小麦粉かな、結構通るんで、よーく混ぜてね、入れなくて入れてかな。でもね、食べてない、うん、焼く立場として食べられへんのよ、分かれろ、うんうん、いつもそうやから、ね、やっぱりたこ焼きといえばソース、うん、熱いやろ。あ、かけて味噌かけよう。で味噌で、マヨ、うん、間違いない。ソースは間違いないね。熱いよ。
あ、もう。外カリカリな、米粉やから。で、中もっちもちで、とろっとろやね。熱い。あ、うまい。やむで。たこ焼き買おうかな。すぐお好み焼きして早くかかこあっつ食べない。配信者から喋らないし昼間ねラムーンでたこ焼き買おうかなと思ってで帰ってきてお好み焼きして今たこ焼きちょっと一日粉もんざいもんやなと思って。でも粉まけど今回うちは米粉でやってるからね安心してたらやるかなって。熱いわん。あ、かけてみそう美味しい。うん、美味しいね。パパ、もう一度やったらうん、今もできる。熱い。もう一式だね。いや、これ焼いてもらうのいいね。20年間焼く側やだから今まで一人で住んでた時はたこ焼きなんかせへんかったね。家族、兄弟とかたまにたこ焼きしたけどその時はみんなで焼いてだけど完全にあっちゃんが一人で焼くの結婚したから意外とみっちゃんも焼いてくれた時あったんやけどみっちゃん意外とうまいねびっくりした。これはセンスやとかって言ってたそういうところもあるね。調子に。お母さんの時で調子に。歩ける水と一緒の原理やな、これ。歩ける水と一緒の原理やな。ギュッて圧力かけたら固まんの。あれ、片栗粉そうやろ。知らん？そうですね、そういうための筋やね。
うまいこと考えたらよ。で、お餅も、職場の上で買わせて、うん、あのええお弁当買ってあげたやん、うん、あ、天かす入れるの忘れたな、なんか忘れてると思ったな、ね、この後ね、またゆっくりみんなで喋りながら食べていきたいと思いますってことでね、今日のあっちゃんちの晩ご飯は、家族でタコパ、なかなかねカメラ回ってる時は喋らないんだけどね、止まると喋るんで、ね、止めます、いつもはねそれを止めずにね2時間回してて、うん、だね、もう最近そんなママさんでもいいんで止めますっていうことで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんちのタコパ良かったよと思ったら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。